せポンプサイリウムハート、これなんだ、レモンスター、クマが鬼になってる、ありがとうございます。こんばんこんばんは、こんばんは。今日の時間がない声も誰、どうした、見てくださった方ありがとうございましたね。ありがとうございました。今日は節分の日じゃないですか、2月3日ハートを落花生サイリウム、ありがとうございます。だから一人は髪型鬼っぽいのいるかなと思ったんですけど、意外と誰もいなくて、なんか毎年いる気がする。確か去年節分の日手綱で私も確かいた気がするんですけど、節分の日かその前後、冬ちゃんとあーやが一緒になんか鬼やってた気がするのね。今年いませんでした。私は絶対やらないんで角は。スペース、スペースシャトル、スペースシャトル、すぐ忘れそうになる。ちょっと近いね、おともちゃん。ハートバラ、ありがとうございます。みんなで食べてる姿シュールでした。え、そうなの、あれ私が実は写真撮っててですね。そう、本当は一緒に食べる予定だったんだけど。メイクに入ってたので髪の毛一緒にね食べれなかったから、今さっき食べました。どうだどうだ、バラハートありがとうございます。落花生バラありがとうございます。スペースシャトルもありがとうございます。霧が見えてるよ、トミ。トミちゃん。バラ、落花生、ありがとうございます。トミ、おお、ひげ。すっごぶっといひげが見えましたね、今。すごい珍しい。近いです、トミちゃん。みんなそれぞれ恵方巻きの種類と長さが違かったから、多分食べ終わる時間もバラバラだったと思う。そう、庭外深内ハート、いいね、私も食べたかった、一緒に。結局やっぱり私はお家で一人で動画見ながら乙女に見守られながら食べてました。でも今年の私恵方巻きは普通のシンプルなものじゃなくて、海の幸、海鮮のやつでした。それにしちゃった。中身がサーモンだったのでサーモンを選んだんですけど、食べていくうちにイクラが入っていて、あの見なかったことにしながら食べました。頑張って。これはイクラじゃない、違う。暗示をかけて食べました。イクラ得意じゃないんで。でもかじって断面見るたびにいくらいて、すぐ動画見た、忘れようと。そう、私いくらね、まあ、食べれなくはないとは思うんだけど、まあ、今日だって食べたし、好きではない、好きでは食べれないんです。
っちゃい頃から食べた、ちゃんと全部食べないと願い事かなわないと思ったし、まあ本当に願い事かなってるかわかんないけど、でも毎年かなってるんだ私は、まあ、自分のその実力でかなってるのかもしれないんですけど新鮮ないくらでもダメ、ダメ。たまらんですダメなんです。あー、スリスリして、トメちゃん、おトメちゃん、確かにタピオカだったら嬉しいね自分の好きなものできるじゃないですか、最近の恵方巻きって。タピオカ入れたらやばい、まずいかな。でもグミは絶対に美味しい。今日もねグミ買って食べてたの。ちょっともう開けて食べちゃってみて、見てこれめっちゃ美味しかった。2回目なんですけど、ハリボのコーラなんだけど、ハードじゃなくてソフトの柔らかいグミとっても美味しいです。ハリボは美味しい。危ない危ない危ない。ハート、ありがとうございます。福内、ありがとうございます。グミはグミのままそっか、やめておくわ。グミと白米は合わないか。好きな人でも無理かな、グミ可愛い。さすがにやばい。じゃあもし食べて美味しかったとしても、なんかみんなに惹かれそうなので言わないでおきますちょっとやめとこ、嫌われそう、惹かれそう、ドン引きされそう。見送りでやっぱ駆け足でさやとか感じが仲良さ感じた。ありがとうございます。あれ 毎回あれです。そう、もともと私一人だったんですけど、いつからかエゴさんが一緒にやってくださって、でもエゴさんが卒業されてしまったので、エゴさんポジに入ったラブリンさんと一緒に今はやってます今日何やったか分かんない。なんかでも最近前に人がいてあんまりうまく映れないんですよね。なんかお坊さんの時はすんなりできてた気がするんですけど、わかんないです。ハートありがとうございます。落花生もありがとうございます。そう、ラブサヤですママ、ママ。前回も今回も人がいましたね、周りに。なんかそんなやろうと思う。トメちゃん、どうしたの？そう、今日は公演前にラブサヤでスンスンのぬいぐるみを持って一緒に写真を撮ってました。え、まさかさ、ラブリンさんもスンスンの写真をインスタにあげると思ってなくてびっくりした。嬉しかった。スンスンかわいい。
通に座ってるスンスン可愛いでしょ。本当はね違う写真も載せようとしたんですけど、なんかシュールすぎて、なんか見る人によってはなんか可哀想って思う人もいるかなと思う写真だったのであれにしました。ハートありがとうございます。スペースシャトルハートありがとうございます。なんかポツンとスンスンが一人だけ劇場の椅子に座ってるような写真を撮ったんですよ。ラブリンさんと爆笑しながら撮ってた。本当にか、あれ起きてきた。本当に可愛いんだ。スンスン可愛かった。スンスンっぽい髪型ちょっとはね考えたんですけど結局見つからず、私の最近見つけた可愛い髪型を今日はこれしました。仲良しだね。そうスンスンタグ付けしたんですけど、もう多分この時間はしてくれないんですよ。多分ね。ってことは明日期待するじゃん。多分来ないの、もう一生来ない。通知では見てくれるはずなんだけど多分反応してくれないんだ。多分こうやって待ってるから余計に来ないんだよ。スン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 だ。スンスン。公演終わった直後とか8時9時台は全然返信してましたね。そこまでチェックしてる自分がちょっと嫌だよね。なんかでも今年の誕生日の目標はスンスンにお祝いしてもらうことです。私そうそうハートありがとうございます。スンスン可愛い、ハートありがとうございます。叶うといいな。でもさ、ああいうおめでとうって言ってほしいって言わないとねくれないんですよ。だからそれなんか言いづらくて、欲しいくせに私そこまで言っちゃうとおこがましいというか、なんて言えばいいんだろう。まあ、相互でもないからそんなことできないんだけど、向こうから来るって。でもそうまでしないとくれないのは分かってる。自分の中で葛藤してるの、難しいの。なんかそうはなった横が。うんすん難しいんです。ずずしく行くしかない。まあ、今年は積極的になるとは言ったけど、これも含まれる。もしかして。こんばんは、こんばんは。かわいい、ありがとうございます。今日で330日、あとちょっと1年まで。今日はなんか可愛いものをいっぱい見れてすごく幸せな気分ですね。スンスン可愛い姿見れたし、なんか今日すっごいさ、キョピクルがめちゃくちゃ可愛く見えた。普段より倍可愛かった。なんだろう、めちゃくちゃ可愛かった。
もうずっと見てるからかな。やっぱりずっと一緒にいたり公演してると可愛いなと思う部分がいっぱい見れてるからかな。あと、まあ、今日の最大の可愛いものを見れて幸せだなって感じたのが、外川さんがサンリオでイベントやっていて踊ってたのが本当に可愛くて、今さっき見たの可愛かった。何あれ、びっくりするぐらい可愛くて、さすがになんかどこかにいたいと思ってスレッズに書いたんだけど、ごめんね、多分数日したら消すと思います。そう、最近私のスレッズは猫を愛猫たちを乗せる投稿が多くてですね。猫好きの方、私を知らないで猫を気に入ってフォローしてくださってる方が多くて、急になんだって多分思われるんですよね。多分もう思われてる、多分フォロー外される。まあまあまあしょうがない。いや本当に可愛かった、あんな近くで踊ってるの見れるんだと思って、サンリオのイベント可愛かった。私もグリーティングしたい、バツマルくんとサトカオさんと。まだ会えてないです、ちなみに。いつ会えるんですか。本当にわからないんですけど。そう、昨日のねいい公演も見たかったけど、配信では見てた。ちょっと足上がってるね、顔洗ってたのに。ツインテール可愛かったな、いいな。私の大好きなね、前配信で話したツインテールは、髪の毛が短い人が頑張ってツインテールしてる姿が可愛いって言ってたじゃないですか。それをやってたので、佐藤川さんは昨日。ちょっとこのアンヨが可愛かった。いいなぁ、そんなに長期間会ってないの、いつ以来、いつだろう。まず最後に会ったのがいつのなのかも私覚えてなくて、最後に会ったのいつだろう。合同ライブ以降はいつだったんだろう。それ以降覚えてないですね。合同ライブから会えてない気がする、私の記憶上ね。事務所とかレッスン場で会えた記憶がない。ってことは11月から会ってないってこと？コロナ禍になって何も活動ができなかったぐらい会えてなくない？今。ちょっと長すぎない？ちょっときついかも。もうすぐ3ヶ月入りそう。やだ、隔離されてんの、すごく嫌だ。すごく嫌だ。ハートありがとうございます。夢でも会えたらいいんですけど、最近夢で会ってなくて。あ、夢の話で言うとね、二
2日前ぐらいにすごい夢を見たんですよ私。これまあ言っちゃったらマスメにならないかなと思ったんですけど、言っちゃうね外川さん関連じゃないんですけど、本当にリアルすぎる夢ね。私ヘビを今のコハクちゃん、コーンスネークのコハクちゃん合わせて夢でね10匹飼ってたの。しかもすっごいリアルで、もう本当にこの部屋、乙女シルクもいて、まあ実家の猫たちも全員こっちにいたんですけど、まあそこは夢だなと思いつつ、でもちゃんとねヘビ、コーンスネークが私のずっと飼いたいと思ってるモルフとかがいて、これは未来の夢かなとか思ってそうなの、10匹いました。コアクちゃん1匹と他9匹新しいヘビがいました、夢の中で。え、すごかったの。もうなんか幸せすぎていっぱい手に持ってた私。ハートありがとうございます。それいい夢なの、とってもいい夢そう、本当にいい夢なの。深内ありがとうございます赤瀬ありがとうございます。いや可愛かった、本当にあれはリアルだったよ。夢じゃなきゃよかったのになと思った、起きて。でもさすがに10匹もヘビいると、で猫もいっぱいいたから、この部屋では飼いきれないなって、なんか冷静な判断をなんかしてた。早く家族に連絡しなきゃみたいなまで言ってた。すっごいリアルだった。ケージを見たらいつの間にか増えてたのヘビが、10匹まで。夢だよね現実ではありえないこと。いや飼いたいな、いつか叶うといいな。でもヘビだけじゃなくて違う爬虫類も哺乳類も飼いたいので。ハートありがとうございますそう、勝手に繁殖されてたっていう夢の中ではねで10匹になってたっていう。もう一回レオパもお迎えしたいし、まあヘビに関してはコーンスネークあと 2,3 匹とボールパイソンは絶対にお迎えしたい、一生のうちにあとはカメレオンをお父さんと一緒に飼いたい。あとはシシバナちゃんも絶対に飼いたい。いやーみんな飼いたいよ、かわいいもん。ハムスターもまた飼いたいな、さっきからこの足がかわいいねハートありがとうございますシシバナちゃんは本当にかわいいんです。モキモキしてるの、ご飯食べてる時の口が。まあボールパイソンに関してはピット期間に吸い込まれちゃうっていう私が本当にあそこには夢が詰まってる。ピット期間何なんだろう、本当に素敵あんなになんか吸い込まれるぐらい魅力を感じるピット期間初めて。なんでだろう、私も不思議。ビビッときたんだね、すっごいかわいいピット期間覗いてみたいね、夢が詰まってるよ絶対
え、でも分かる人いるんだよ、ほらコメント欄に、きっと期間いいって。ごくまれ、もしかして。でもハート、ありがとうございます。この間のみかん全 TV のみかんの剥き方で、動物園勝手に紹介動画みたいなのでボールパイソンが出てたんですけど、あの時もピット期間言えてたっけな、なんか焦りすぎて全然紹介っていうか喋れなかった気がする。でも脱皮前っていうのは言えたそう、目が若干白くな濁ってたんですけどX でポストした教官のいいね来るかな、絶対来ない私のファンの方は、あ、またさやこんなこと言ってるみたいな感じで流すかいいねしてくれるんですけど、その他の方は絶対にいいねしない、なんならフォロー外しそうハート、ありがとうございます。かわいいんだ、ずっと好き、見てたい。でも最近 X でさ、ピット期間って調べて、知らない方の飼ってるヘビたちのピット期間を見るっていうことしてなくて、そう、見るのが趣味だったんですよ今まで。ちょっとまた見よう、今日にでも。ハート、深内落花生ありがとうございます。かわいいんだ。とても可愛いんだ。スペースシャトルありがとうございます。そう、エゴサ、自分の名前エゴサするよりヘビのピット期間エゴサする方が多かった時期ある、全然。でもいいねするとみんなにおすすめ欄に出てきちゃうから控えてたそうなんだ、実はね。落花生スペースシャトルありがとうございますでも今はおすすめ欄出てこないのかな、わかんない。ちょっと見たくなってきたから配信終わったら見よう。そう、ちゃんと我慢してるんですよ実は。だって桃源暗記とかのもさ、あのメイドをコスしてる私の好きな、あ、今見えないコスしてる絵もいいねしようとしたんですけど、これファンの方見たらどう思うんだと思ってちょっと控えちゃった。心の中ではあの10万いいねぐらいしてるあれ大好き、あのグッズが欲しくて私。でも買えなかった。ネットで買えるのかなこれから。え、最強にいいんだ自慢にしてる。いや、あれはね、漆原先生が天才、本当にいいよあれはみんなのねところにいいねの通知は来ないけど、タイムライン流れなきゃいいんだよな。まあ、流れなくなってもさ、え、みんな推しメンとかアイドル芸能人の方の X のいいね欄とか見るのかな。え、めっちゃ気になる、そこまで見る人いる、遡る人いる。でも見る人は見るから気になるか。あ、掘る見たことない、見る半々ぐらい、気にしたことない、見る、まれ、あ、半々
繁には見ないけどたまには見るってことか。気づいたら見る。見たらいけない気がする。確かになんかそんな気持ちもあるね。落花生ありがとうございます。あー確かに予想つくからあんま見ない。そうだよね、私なんかは特にそうじゃない。基本アニメ系里川さんくらいあとポケモンか、いいねしてるの。え、それぐらいじゃない。いつも何いいねしてるかな。あ、さやかさん、山本さやかさんに関してはほとんど本人がツイートしたものはいいねするようにしてて、ちょっと川さんのいいね欄見る？見ない見ないんですよ実は。でもスンスンのいいね欄見ちゃったやだ、スンスン見ちゃったしかもさっきスンスン見ちゃった、うん、確かに見ちゃったって手がちょっと負けた感じする。スンスンのいいね欄はすごく平和でした。みんなスンスン祝ってとか、スンスンお誕生日おめでとう見てこれみたいな、スンスンのネイルしたよとか、スンスンの絵描いたよみたいないいね欄で、何これと思った。愛しかない本当に可愛い。私もネイルさスンスンしたいんだよね。白いスンスンにしちゃおうかな。それはノンノンになっちゃうか。本当に可愛い。確かにスンスンエゴサすんのかな。みんなスンスンはあのタグ付けとかで気づいてるっぽくて、スンスンネイルちょっと考えよう。次の来月、今月か、今月のネイル。でも外すとき悲しくなりそう、スンスン。でも今キャラクターのネイルでしたいのはスンスンと桃源暗鬼とちいかわのモモンガをいつか絶対やりたくて、でもやるタイミングがな全然ないんだよな。でもさくらのケロちゃんもやりたくて、最近はずっとシンプルネイルなので、うん、やりたいな。あ、トーク会ね。え、みんな見てくれる？私の板ネイル確かにトーク会いいな。3月、あ、3月か、ちょっと長いね。今月は違う。え、今月から始めちゃう？来月でいいか。指ごときつスンスン、ケロちゃん、無駄の先生、やばすぎる。なんかある意味強そう。なんかスンスン、最初スンスンいきそうだな私確かにツーショットの時ギリ見えそうだね。確かに良さそう。誕生日月にスンスンネイルしたらお誕生日の上来るかもね。だって確かに、え、ちょっとあれなんじゃない狙ってる感すごいんだけど、でもそれぐらいしなきゃ無理か。いいなぁ、スンスン、スンスンいっぱいスンスンつけちゃおうかな。
10本の指にスンスンはどう？みんなやばい、いろんな表情したり大きさも違うスンスンやばいか。12匹のんのんどんどんえー1スンスン2スンスン3スンスン4スンスン5スンスンやばい。なんか動画でスンスンがファーって言ってるやつ 100% と言ってるものと何何パーセントだあれ65、35、0% で言ってるスンスンあるんですよ。あれでもいいな、口の開け方が違うスンスン。え、色違いスンスン絶対可愛い。モノクロ、ノーマル青、薄い水色、 K2 の赤、絶対可愛い。え、でも何しても可愛いわスンスンは正直。うん、分かった、何でもいいんだスンスンは。何喋ってんだろうずっと しょうもない話をしてるのが一番幸せなんですよ。いいね、今日もこうやってスンスンに笑顔にしてもらいましたね、私。ありがたい。ゾンゾンもね、確かにいいんだけどな。スンスン、スンスン、ノンノン。いいなぁいや、たまに我に帰っちゃうのよあーかわいい。そう、平和です。今日もスンスンのおかげで。スンスンの話は笑ってるけど、スンスンの話と私の話で面白い返しをしてくれるみんながいるの込みで面白い、平和、楽しいんですありがとうみんな、コメントしなくても何言ってんだって聞いてくれてる方もありがとう今日のコメント節分に全く関係ないですハートありがとうございます。今日はいい日、よく眠れそう。ちょっと起きないですね平ら、かわいい、ハート。もう30分以上配信してる、半分がスンスンの話じゃない？ちょっとあ、そう、昨日言ったっけ、手をつなぎながら公演発表されたじゃないですか。いつだ、9日以降の10何日だ、15か、そう、15日の手をつなぎながら公演、メンバー見ましたか皆さん。意外な人が多くてびっくりした。あ、K216 か、鉄な時間がない、ちょっと体力が心配ですねそう、15日の鉄なが確かマキコさんがいるんですよね、びっくりで。で、ほののさんもいらっしゃって、
もう絶対面白いに違いないじゃん、そんなの絶対見てな、みんな。マキコさんと初めて手つなでる、嬉しい。あと何気に私レオナさんとも初めて一緒に出るんですよ、次か次の次の手つな嬉しい、楽しみ久しぶりの2日連続公演。マイコさん3回目なんだ、12人になって。でも割と出てるんだね。楽しみだな。ユニットもどうなるかちょっと想像つかなくて。いやー楽しみ私もまだわかんないんで、みんなと一緒に予想しとこう。あ、オルーさんも、オルーさん16だっけ、あれ次の次の公演で時間がない出てくださるんで、ケツ6人もいるんだ。ミヨミキ絶対いる読み聞き、あ、オルさん16か。楽しみだね。今日のさ時間がない公演ではドンさんが出てくださったじゃないですか。そう、ドンさんっていうサイリウムのカラーを変えて白を 1?2? どっちだ ?1本?に変えたじゃないですか。で今日幕開いて帽子取ったら白のサイリウムがあって、でも初めて見る方で白のサイリウム持ってて、あ、私のファンの方じゃない、ドンさんのファンの方だと思って。でもね、白2本持ってる人がいたの。誰もいないじゃん白2本って、 SK 全体で。誰と思って見ても私推しじゃないの、ドンさんファン。2本でもいいよって言ってるドンさんって。2本の方が結構いたの今日。ドンさんファンの方が11で持ってるっていうことなのか、ちょっと分かんなかった。あれは何だったんだろう、ドンさんファン、私、二人ともそんなことある。わかんない。二人なんかな。でも絶対目が合うの私が見た人は。足を1本2個分か、やっぱ。確かに3本持ち大変だから2本。どっちの説もありそう。でも分かる人は分かるの、ちゃんと2本でも最推しだなって。でも初めて見る方の日本推しだったから今日は分かんなかったです。今度から見よう、ちゃんと持ってるものとか身につけてる服とか見てみようだいたいさ推しに染まってくものじゃん、ものが持ってるもの、ちょっと見てみよう、チェックします。電池切れも確かにありそう。白ね消費が激しいんで。ごめんねみんな、いつもありがとう、ハートありがとうございます。今日もサイヤコールは大きかった気がします、ありがとうございました
レインボースターハートありがとうございます。私ね一個分かった、瞳の中にアップルのユニットで私が絶対に見るポジションがあるんですよ。最前列の真ん中のブロックの上手、一番端、真ん中ブロックの上手端に座る人、ピンポイントでちゃんと私の目の前にいて見てくださる。前回も今回も。あそこは何だろう、 A 列の何番ぐらいなんだろうな、ちょっと分かんない。あそこは何番ですか。上手側から1、下手が23ぐらいだったっけ。ちょうど1.5付近ですね、番号で言うと 1.5 から2.5 間。A の 9?9? よくわかるね。じゃあ A の9です。そう、もし座席が自由に座れるようになったら、ビンゴかになったら、時間がない公園はそこに座ってください。私推しの方。A の9です。よろしくお願いします。まあ、いつになるか分かんないから忘れちゃう人がいるかもしれないんですけど、私もし覚えてたらビンゴになったタイミングで言います。はい、ビンゴに戻ることってないのかな。うーん、確かに転生でもそこだ、 2.5 で踊ってるサビずっと。あ、そうなんだ、1から8、9から15、16から23で割られてる。あ、分かりやすい、そういうことね。確かに、じゃあ9だ、確実に。 A の9、アップル0です、0ずれ。ごめんなさい、チケプラだとダメなの、できないの。え、リング抽選おそらくないです。だってえ、悲しい。あ、そっか、未完全はビンゴなのか。うわー、いつか歌唱収録あるといいな。悲しい。落花生ありがとうございます。みかんの伸び方ね、意外と私3回目ぐらいだよね。あと何の曲だろう。ビンゴってそんなに大変だったんだ、入るまで。スタッフさんが、そっか、呼ぶのか。体験したことないからな、私ビンゴ。だるま、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。そっか、私今までずっとビンゴしてる時もチケプラかと思ってた。違うんだね。その場でビンゴを回すからってことか。そりゃ大変だ。青ガの時すごかったな。私が出るようになって雨の動物園オンリーだった時、みんな島民の方が固まってるの。すごくわかりやすくて嬉しかったの覚えてる。あ、
紙の、あ、紙のチケットだ、本当だ。いつかのディスプレイ、生誕のディスプレイであった、懐かしい。紙か、紙っていいよね、紙っていいな。行ったっていう形跡がなんか実物へ残るの嬉しくない？確かにリンゴ運ない人いっぱいいる私が入っても多分運ない。え、今見てるの今見てるの、私の好きな人え、立ち見今さ全部入ってないよね。青葉の時パンパンだった気がするんだけど、今は癒すそう立ち見。え、見てるの本当にコメントはないけど、こんばんは、こんばんは。あと10、あの時の立ち見やっぱえぐいんだ。今ねすごい快適そう、ある程度自分の範囲がさ椅子とかで確保されてるじゃん動きやすそう。最大立ち見って何人入るの？劇場ってさ300人だっけ入れるんだよね。50人あそこに、そりゃぎゅうぎゅうだわ。暑そう、夏とかやば、全然見えなくない？まあ、立ち見4列22人いやでも数で見るとすごい多く感じる。実際見るとそんな多く見えないのに。へえ、299人、やば、座席であんなに入ってる、すごい。夏やばいよねずっと立ってるわけだから足も疲れるし、身長も人によって違うから見えづらさもあるし。だって私さ研究生の頃よく足怪我して出れなかった時とか、関係者のところで青顔を見学してメモしながら立ってたんですけど、それだけでも足つらかったもん絶対みんなの方がもっとつらいよな。手すりとかない人はないわけじゃん。懐かしい。なんかこういう話してると本当に昔に戻ってほしい気持ちもあるけど、立ち見のことを考えると今のままでいいよね立ち見はねそうなんだ。出してくれてる、今252人だって。多いね。でもNMB は立ち席存在しない。そうなの行きたいの本当に、劇場 NMB さんの公演どのチームも見たい、正直。新公演になって全部見たいやっぱみんな今がいいんだね立ち見。そうだよね、行きたいな、また大阪。この間行った大阪は本当に NMB さんの衣装店に行く目的だけだったので行きたいな。劇場、ああ
早く行く必要ないから楽、そういうのもあるのか。ハート、ありがとうございます。だるまもありがとうございます。全然話違うけどさ、みんなが配信で教えてくれててさ、あさって月曜日かな、やっぱ雨だよね、最悪なんかさ、なんかしようって思った日に限って雨になるのね。だからやっぱ私雨女なのかなと思って、すごい悲しくなってるんだ今。天気予報外れたりしないかな、雨止んでほしい、月曜日晴れてほしいな。どこも雨なの？まず名古屋雨、え、関東は予報では雪降るかも。だって、え、待って、そんなやばい日なの月曜日って。嘘でしょ。だったらまだ雨の方がいいね。雪はちょっともう勘弁してほしい。ちっちゃい頃は雪ですごい喜んでたけど、お昼前からずっと雨みたい。今、あ、今夜雪マークついて、え、早くない？え、そう、交通機関がちょっとね止まってしまうのが一番あれじゃん。しかも平日だからみんなにも影響出る。へ、ちょっと雨無理。さすがに止めてほしい。うわ、てるてる坊主ちょっと考えよう。え、本当に嫌だ、どうしよう。そっか、まあでもしょうがないのか。すごい女王様感半端ない、かわいい。もうそろそろ終わりだよ。今何分？あと4分だ。かわいい、今日もお嬢様です。ちょっと近づけちゃった、ごめんね。かわいいね。そう、今日さ節分で恵方巻き食べる日じゃないですか。ちょっと考えた、配信で無言になるけど食べる？と思って。でもここのお家からなんか調べたら顔がこっちに映らない方向だったのでやめました。ちょっとダメでした、方向がダメ。一人で食べました。スペースシャトル落下生ありがとうございます。東北と、そう合ってる読み方、東北と後頭部はちょっとダメなんで。やめといたね。みきちゃん本当に食べるのゆっくりすぎてすごい。私何分、まあ、ちっちゃかった、私の食べたのはこんぐらい、15センチないぐらい。一生懸命食べた。
お腹空いてたから無我夢中で食べたらすぐ食べ終わっちゃった。後頭部なんか嫌だ。私頭の形好きじゃないんで、自分のだからあんまり横とか後頭部あんまり見せたくない派なんですよ、実はね。待って、あと1分、ごめんなさい。ハッピーさん1位、2位ハッピーさん、3位サさん、4位キムヒョウコちゃん、5位ハッピーさん、6位カレーちゃん、7位サさん、8位ハッピーさん、9位バツマルくん、10位ネコちゃん、11位ナオさん、12位ハッピーさん、13位ロボットくん。みんなごめんね、ありがとうございました。ハートありがとう、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。バイバイ、ありがとう、間に合った。